長期化するロシア・ウクライナ紛争。これまでウクライナから国外に逃れた避難民は800万を超える。さらにはアフガニスタン、南スーダンなど、今この瞬間にも世界では紛争や迫害に翻弄されている多くの人々がいる。そんな中、今 WPS、 ウィメン・ピース・アンド・セキュリティという言葉が世界で注目されている。紛争地域の女性たちには性的暴力や人身取引など、女性や女の子だから受ける被害が数多く存在する。そこで、被害者としてではなく、より主体的に紛争の予防や解決、平和構築や維持の取り組みに参加することが重要視されている。紛争や混乱に揺れる国で活躍する日本人女性、その活動に迫る。皆さんこんにちは、ナビゲーターの中野美奈子です。ウクライナの隣国であるモルドバ、人口およそ260万人のこの国には、ロシアによるウクライナ侵攻以降、60万人もの避難民が流入。今もおよそ8万人が滞在し、保健医療の圧迫を招いています。そんな中、日本の経験から生まれたデータ収集法で、彼らの置かれた状況を把握しようと活動する日本人女性がいました。独立行政法人国際協力機構 JICA の国際緊急援助隊、幅野由紀子さんです。幅野さんの活動と、それに用いる日本初のデータ収集法とは一体どのようなものなのでしょうか。 JICA の国際緊急援助隊、幅野由紀子。海外で地震などの災害が起きた時、急遽派遣される日本の国際緊急援助隊。2023年2月、トルコ南東部シリアとの国境近くで起きた大地震では、トルコ政府からの要請を受けて援助隊が結成された。発災直後に日本から派遣された援助隊は、救助チームおよそ80名、医療チームおよそ70名。幅野は現地で主に医療チームの業務の調整に当たった。医療チームでは、医師や看護師に加え、トルコ政府からの要請を踏まえて、手術や入院ができる施設を日本から持ち込んだ。実際にその何もない駐車場に病院機能 の、 その手術室ですとか病棟っていったものを建てるにあたって、診察から検査ともするので、その検査技師の方ですとか、あとレントゲン撮影とかも全て資機材持っていくので、そういった放射線技師の方ですとか、そういう いわゆるそういう技師の方もいらっしゃいますし、あと薬剤師さん、まあ医療従事者じゃない方もいらっしゃるんですが、はい、そういった方たちのチームとなっています。そんな緊急援助隊の活動を大きく変えたのが、2017年に導入された MDS である。 MDS、 ミニマムデータセットとは、診療した人の年齢、性別のほか、外傷があるか、妊娠しているか、衛生状態はどうかなどのデータをまとめたもの。特に女性は自然災害などの際、さまざまなリスクにさらされることが多い。特に高齢女性、妊産婦、幼い子供を連れた女性などの危険は非常に大きいと言われている。データを集積すると、災害の全体像を把握することができる。物資の配布や感染症対策などの効率を高めた。元はフィリピンで生まれ、日本で改良が進められた被災者データの収集様式は、2016年大きな被害を出した熊本地震で実用化され、2017年 WHO の国際標準として採択された。どういったこう、まあ、病気がメインで起こっているのか、でそれが結局災害関連なのか関連してないのかですとかがっていう、まあ、傾向が見えるようになってくると、そのニーズに合わせて、やはりそこに合うものの提供が、まあ、医療資源のご提供ができていくようになるので、そういった意味では被災国としてもすごく有効に使われるものだと思います。
2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻においても、ハバノは現地モルドバで避難民への支援に当たった。そこでも MDS のシステムが活躍した。東京では MDS も含めた現地での運用をどう改善するか検討が続く。今年の2月に、発災したトルコ南東部地震、今日はその派遣に行かれた医療従事者の方を、中心とした登録者の方と派遣の振り返りを、対面で行っています。支援の効率を上げるにはどうしたらいいか、トルコでの経験をもとに議論が続いた。でインターネット、今回の取材で主に LINE でやり取りされていたんですけれども、タイとしてどうするかっていう議論については、ここはちょっと路地だけではないのかなって部分ではございます。これの含めてじゃあ、検討していただければと思います。ちなみに各国なんかそういうの情報あります？さっきに行った時のコースマットを含めて。あれですよね、イタリアのところは衛星通信専門の人が来てて、めちゃくちゃでかいアンテナを振ったりました。独自のアンテナを使って全部やってます。災害対応大国日本で発展した被災者データの収集様式 MDS は今も進化を続けている。これまで数多くの自然災害に見舞われてきた災害大国日本、そんな日本だからこそ生み出せたシステムが世界の被災地支援に役立っていたんですね。一日本人としてとても嬉しく思います。では幅野さんは一体どのような思いでこの活動を行っているのでしょうか。被災者の皆さんが必要としているものと、私たちがこうそこに提供できるものっていうあたりを、一緒にこう考えて協力していくこと、相手を尊重するっていうところは、常に気をつけているところですかね。海外でそういった災害が起きた時に、日本としてどういった支援をしているのかっていうのを知るのは、実際に自分たちが日本でこれだけ災害が多い国であるので、そういったやはり災害時に、もしかしたら海外からそういった支援を受けるかもしれないですし、やっぱり持ちつ持たれつといいますか、日本じゃない国で、遠い国で起こっていることであっても、少しちょっとアンテナ張っていただくと、それがいつ日本に恩返しといいますか、帰ってくるかは分からないなと思うので、そのあたりはぜひ知っていただけるといいかなと思っています。紛争や混乱に揺れる国で活躍する日本人女性幅野由紀子さん、そこには現実に直面しながらも実直に最大限できる限りのものを届けようとする、そんな姿がありました。